2010年7月16、17、18日の3日間、ブラジル・サンパウロでフェスティバル・ド・ジャポンこと第13回日本祭りが行われました。この南米最大の祭りは、ブラジル日本都道府県人会連合会、略して県連が1998年にブラジル日本移民90周年を記念して開催したのがきっかけです。県連が設立されたのは1966年4月のことで、今年で44年目になります。それまで横のつながりがなかった各県人会の連合会として発足しました。主な事業は初期移民の日本派遣、移住者指定の技術研修生の選考、開拓戦没慰霊碑の建立及び管理、海外在住者の選挙権獲得運動やその後の登録、ふるさと巡り、そしてこのフェスティバル・ド・ジャポン、日本祭りの主催など多くのことを行っています。祭りを始めた当初は、日本で長い間受け継がれてきた郷土食、郷土芸能を日系人指定やブラジルの人たちに伝え、紹介したいという思いで、その名も郷土食、郷土芸能祭りとして始まりました。最初の会場は、サンパウロ市内で最も有名な公園、イビラプエラ公園内での開催でした。その後、規模の拡大に合わせて場所が移り、現在ではサンパウロ州政府のイベント会場でもあるイミグランテ展示会場で行われています。州のイベントカレンダーにも掲載される有名な祭りとなっています。今年の3日間の入場者数は19万人を数え、海外で行われている日本祭りでは世界最大規模のものとなっています。祭りの開催には日本の企業はもちろんのこと、数多くのブラジル企業から協力、協賛があり、また多くの団体や協会などの協力も得ています。会を重ねるごとに入場者数、参加団体が増え、その輪は大きく広がり、4万平方メートルもある会場が手狭になるほどです。会場内に設置された大型ステージの舞台上では、各県の郷土芸能や和太鼓、琉球舞踊、日本からの歌手のステージなどがありました。また、祭りを盛り上げるミス日系のコンテストも毎年行われています。今年はブラジルのコスプレナンバーワンを決めるコンテストも行われました。優勝者には日本で行われる世界コスプレ大会への出場権もかかっており、会場はコスプレ好きの若者たちでいっぱいとなりました。屋内の会場では、茶道、生け花、書道、折り紙、切り紙、俳句や詩文学、アニメ、漫画の紹介などが行われました。また、日本の着物を着て記念撮影ができるブースは大変な人気で、ブラジル人や子供たちの長い行列ができていました。他にも子供が手作り体験をするブースや平和を願うブースなどもありました。屋内のステージでは熟年者グループのラジオ体操や空手、剣道、合気道、柔道、薙刀などのデモンストレーションも披露されました。これら日本文化を伝えるブースやワークショップはどこも人垣ができるほどにぎわいました。外では各県人会のボックスが並び、郷土自慢の食べ物に長い行列ができます。日頃町のレストランなどでは食べられない郷土の食べ物の数々をみんなが楽しみに来場します。このフェスティバル・ド・ジャポン日本祭りは多くのボランティアの人に支えられています。各県人会で料理を手伝う人々、会場の案内や整理の係など、多くの日系人やブラジル人が参加してくれています。
13年前に日本の文化をブラジルに伝えたいと願って県連が始めたフェスティバルドジャポン日本祭りは、今ではすっかりブラジルの地に根付き、一泊交流の大きな架け橋となっています。2011年のフェスティバルドジャポン第14回日本祭りは7月15、16、17日の日程で開催する予定です。日本並びに諸外国からもぜひご参加ください。最後になりますが、この第51回日系人大会の場で県連とフェスティバルドジャポン日本祭りをご紹介できましたことに心より感謝申し上げます。ありがとうございました。